その孤独のグルメみたいなことを考えてたわけですけど、こうね、もう自分で働いた金だ、好きに使わせろ。改めましてこんばんは。最近気になるのはポテトフライ、斉藤相馬です。はい、まあ、何度か僕結構お菓子好きで、そのポテト系のお菓子好きですみたいな、ポテトチップスとかって言ってたんですけど、最近このですね、ポテトフライっていう、まあね、駄菓子屋さんとかにすごいよくあった、数十円ぐらいで買えるね、4枚甘じょっぱいというか、まあ、コンソメ味的なやつが4枚入ってるというですね、やつをちょっと箱買いしまして、2箱買いました。いや、これね、ちょっとね、魔物ですね。これは本当にね、スルスルっと食べられちゃうじゃないですか。だから、もう1袋ぐらいならみたいなね、これは本当4枚ね、一気食いしてしまうという。これはもう、でも子供の時は本当にこう数百円握りしめて、今日はどういうプランで行くかみたいな、その孤独のグルメみたいなことを考えてたわけですけど、こうね、もう自分で働いた金だ、好きに使わせろ、ドン、ポテトフライって箱買いだっつってやってますけれども、ちょっとぜひね、食べたことない方はポテトフライ、僕は特にフライドチキン味が好きなのでおすすめでございます。ではでは始めていきましょう。斉藤相馬ストレンジデイズ、皆さん今日もよろしくお願いします。